リコ先生。何をしているんだ君は。それはむしろこっちのセリフで。すぐに出たまえ。今出ていくのは無理だ。しかし私だってそのデイオーバーでは。少しの間我慢しろ一条君。おい、何か硬いものが私に当たっているんだが。それはまあ男の生理現象ってやつで。まったく、こんな時に。いや、こんな時だからっていうか。気に病む必要はない。いやね、畜生、何をやってやがる。私が妻帯者だから遠慮していたのだろう。くそ、美月さん。一条美月のことは忘れるんだ。それはどういう。彼女はもうすぐいなくなる。うわあ！